心配すんな。兄ちゃんはお化けなんかに負けない。 待ってろ。 何か食べられるものを見つけてくるから。 ユナ。 何? 何があっても その本には触るんじゃないぞ。 守る。だ。
守れ。ダリア、これがクロノスの力。ダリア、Thank you.
丈夫か、ヨナ。お兄ちゃんこそ大丈夫？あんな奴らなんてことないさ。よかった。あ、これさっき見つけたの。クッキー、ヨナの大好物じゃないか。うん、お兄ちゃんと半分こする。いいよ、僕は。お兄ちゃんと一緒に食べたい。じゃあ小さい方。うんうん、お兄ちゃんはお父さんとお母さんの分まで食べって。ヨナ、ヨナ。クッキー落としちゃった。ごめんね。そんな、なぜ。ヨナ、いつも助けてもらってばっかりだったから。ダメだ、ヨナ、ヨナ。誰か、誰かヨナを助けてください。誰か。ヨナ、じゃあ行ってくるよ。ヨナも一緒に。今日は狩りをすることになると思うからやめておいた方がいいな。帰りにまたヨナの好きそうな本を借りてき。ありがとう。じゃあ行ってくるよ。ポポルさんのいる図書館に行かなきゃ。ポポルさんのいる図書館に行かなきゃ。Thank you.
おはよう。最近よ、うん、相変わらず咳が。そう、心配ね、うん、少しでもヨナが元気になれば僕には何もできない。そんなことないわ、あなたは立派なお兄ちゃんよ。そうだ、今日はこれを頼みたいんだけれど、商店街から仕事の依頼があったの。分かった、すぐ行く。北平原に行くなら必ず役に立つわ。あ、それからついでに依頼の人から、やちょうど切らしちゃ、はい。こんなにいっぱい余ったら。それはお願いね。いつもありがとう。急にどうしたの？身寄りのない僕ら兄弟を気にかけてくれて。僕らポポルさんや困った時はみんな早くヨナちゃんの元気な姿が。うん、わ、ヨナ。あ、お兄ちゃん。ダメじゃないか、ちゃんと、ほら、服のリボンもほど。ごめんなさい、でもヨナね、病気を。ヨナ、大丈夫。いっぱい食べてよく寝たら、ちゃん。本当？もちろん。それじゃあお兄ちゃんは仕事に行くから。今、減り続ける人口と蔓延する奇病が世界を悩ませているらしい。魔物と呼ばれる黒い化け物も人々の生活を脅かすようになってきた。でも僕にとって気がかりなことはただ一つ。妹のヨナと一緒に今日をちゃんと生き延びられるかどうか。子供だけで生きていくのはいろいろ大変だけど、優しい人の多いこの村でならなんとかやっていける気がする。いや、やっていかなくちゃならないんだ、ヨナのためにも。